天の父なる神様、あなたの皆が崇められますように。今日私たちに安息日をご用意くださいましたことを感謝いたします。今日この一日を通して私たちがあなた様を造り主として、また救い主として心から礼拝し、また賛美を捧げることができますよう、私たちの心を整えてください。今私たちはこの場所で、またそれぞれの場所であなた様の御言葉を受けるために集っております。どうぞ神様、今日私たちに必要な霊の糧をあなたが授けてください。特に今週1週間の歩みの中で心を痛めて今日この礼拝に参加しておられる方がいらっしゃるかもしれません。どうぞ特にその方々に安息日の名にふさわしい安らぎをこの礼拝のひとときを通してもたらしてくださいますようお願いいたします。神様、そのためにも聖霊の神様を私たち一人一人の心にお送りくださいまして、あなた様の御言葉を受けるために必要な備えをすべてどうぞお与えください。今世界中では、また私たちの身の回りではさまざまな状況が生じています。私たちがそれらを見るときに、今がどのような時代であるのかを受け止めつつ、キリストの再臨の良き備えをさせてください。助けが必要な方々に主のお支えが豊かにありますように、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。天沼教会の礼拝に皆様お一人お一人を歓迎申し上げます。今日に与えられました聖書の朗読はマルコによる福音書の6章からでございます。マルコによる福音書の6章の26節から29節、口語訳聖書の60ページ、新共同訳聖書の72ページでございます。口語訳聖書でマルコによる福音書の6章の26節から29節をお読みいたします。王は非常に困ったが、一旦誓ったのと、また列座の人たちの手前、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすでに衛兵を使わし、ヨハネの首を持ってくるように命じた。衛兵は出て行き、獄中でヨハネの首を切り、棒に乗せて持ってきて、少女に与え、少女はそれを母に渡した。賛美歌の164番の一節をお出しくださいまして賛美いたしましょう。それぞれの環境に合わせた声で賛美してくださいませ。お出しくださいませ。ひざまずける方は共にひざまずいて祈りを捧げたいと思います。天の父なる御神様、私たちの作り主であり、私たちの6日間を守り、
安息日を与えてくださった神様、私たちは約束に従ってあなたを礼拝するためにここに集まってまいりました。いろんな形で礼拝に参加させていただいておりますけれども、参加する者一人一人をあなたが祝福してくださいまして、礼の糧に豊かに味わわせてくださいますように、いろんな事情で参加できない兄弟姉妹方の上にあなたからの慰めがあって、安息日を終えまた良いスタートが切れるように助けが与えられますよう、まだまだコロナの病が日本中を取り巻き世界中を取り巻いておりますけれども、どうぞみんなが集って礼拝ができる日を早く与えてくださいますように、戦乱を収め世界が平和になるということは世の終わりにあってないことかもしれませんけれども、その中であなたの信仰を持っていらっしゃる兄弟姉妹の上にあなたを賛美する機会をお与えくださり、安息日を与えてくださいますように、今日は東牧師を通してあなたの御言葉が語られようとしております。東牧師を祝し用いてくださいまして、その唇を清め必要な言葉を語り、私たちの心を潤し、また新たに生きる力を与えてくださいますように、そしてこの場を参ずるときには感謝を持って家に着くことができるようにしてくださいますよう、病院で伏していらっしゃる方々、また病人のお世話をしていらっしゃる大勢の兄弟姉妹方、お一人お一人にあなたの祝福が与えられますように、安息日感謝をし、また礼拝に集えることを感謝し、本当にいろんなことに感謝をしながら歩んでいくことができますよう、困難がそれぞれにありますけれども、必要な助けをあなたが与えてくださり、日々の生活を守ってくださいますように、救い主である主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして献金をお捧げしたいと思います。11、また教会を支えるための約束献金も合わせてお捧げください。会場に教会にいらっしゃる方は出口に箱が用意してありますので、お帰りの際にお捧げください。その他の方は事務所に聞いてくださったり、いろんな形で捧げてくださいますようにお願いいたします。捧げてくださる献金によって世界の伝道、日本の伝統、また天沼教会の伝道がなされる資金でございます。お祈りをいたします。父なる神様、私たちの必要をあなたがいつも顧みてくださり、飢えることなく日々の生活を送らせていただけますことを感謝いたします。今いただいたものの中から捧げ物を携えてまいりました。また十分の一をお返しする時を与えてくださったことを、約束を信じてあなたにお返しをするときを与えてくださったことを感謝いたします。お一人お一人にあなたの祝福があって、本当に霊的なものだけではなくて普段の必要もあなたが満たしてくださることを感謝をしながら歩まさせてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。天にまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
賛美を捧げていただきました後に、背を向けたヘロデと題しまして、東教会東牧師によって説教がなされます。今日このようにして皆様とご一緒に聖書の御言葉を分かち合うことができますことを神様に感謝いたします。今日の聖書の場面というのは、演劇やまたいろんなですね、種類のものでですね、クリスチャンでない人たちの中でもよくご存知のですね、方がいらっしゃるような場面です。バプテスマのヨハネが殺されたっていうですね、あの場面です。その中にですね、登場していく出来事の中には物語をですね、よく突き詰めて学んでいくことによって、これは私たちにとってものすごく模範になるなということと、これは反面教師にするべきことだなっていうですね、両方のことが現れているなということを今週私は準備をしておりまして、感じました。特にですね、今日の礼拝説教はこの2つのポイントについてですね、ご一緒に考えたいと思います。第一に、預言者の使命を全うしたバプテスマのヨハネについて、そして2つ目は、悔い改めの呼びかけに背を向けたヘロデについてですね、ご一緒に考えていきたいと思うんです。今日の聖書の場面に早速入っていく前にですね、今日のところではどういう登場人物がいて、その人たちはどういう背景の持ち主なのかということが分からないと、この深みというのがですね、ちょっと分かりにくいところがあるのではないかなと思いますので、少し登場人物を紹介させていただきたいと思います。ヘロデという人物が今日の中心人物の一人なんですけれども、ヘロデという人物は聖書の中に何人も出てくるんですね。一番有名なのはおそらく一番上のヘロデ大王ですね。イエス・キリストが誕生なさるタイミングでベツレヘムの赤ちゃんを虐殺したというあの人物です。彼はイスラエルの地方、あのカナンのあたり一帯を王としてですね、治めることをローマに認められた実力者、また権力者でありました。しかしこのヘロデ大王が亡くなった後、彼の子供たちがそのヘロデ大王の領地をですね、分配していくことになります。実際にはもっとたくさん息子たちがいるんですけれども、今日の登場人物の特にヘロデピリポ、そしてその弟のヘロデアンテパスという人をですね、ちょっと紹介したいと思います。先に弟のヘロデアンテパスという人物ですが、今日の聖書朗読に出てくる中心のヘロデはこのアンテパスの方です。主にイエス・キリストが交渉外で活躍なさったガリラヤ地方、そして視界の向こう側のペレアと呼ばれるですね、こういうあたりをの支配を領主として任されていった人物です。そしてもう一人のヘロデ大王の子供アンテパスの兄であるピリポは、青い丸で囲われたあたりですね、このあたりを任されていた人物でした。でこのヘロデピリポ、お兄さんの方には
すみません、ちょっとこの、図がちょっと間違ってしまっていますが、ヘロデアとヘロデアンテパスの方もつながっているんですが、これちょっとミスです。ヘロデピリポとヘロデアが結婚しているんですね。この2人は結婚して、その娘としてサロメがいるというそういう状況なんです。しかし、なんとですね、このヘロデピリポと結婚していたはずのヘロデアとのこのですね、一家に激震が走るんですね。ある日アンテパス弟がピリポのところにやってきたときにですね、ヘロデアというお兄さんのお嫁さんに一目惚れをするんです。そして、ちなみにアンテパスはすでに既婚者でした。このアンテパスはなんとかあのお兄さんのお嫁さんを手に入れたい、自分のものにしたいというふうに思って、口説いていくんですね。その結果ヘロデアもヘロデアで、アンテパスの方になびいていくんですね。そして、なんと、ヘロデアは娘のサロデを引き連れて夫のピリポを捨ててアンテパスの方に走っていってしまうんです。そしてアンテパスはそれを喜んで現在の奥さんと無理やり離婚をして、そしてヘロデアを迎え入れた、そういうですね、状況なんです。おそらく今の時代でしたら週刊誌が大喜びするような出来事だと思うんですね。王妃ヘロデア様をめぐる兄弟の仁義なき戦いとかですね、捨てられたピリポ様のお気持ちはとかですね、そういう広告が目に浮かぶような出来事です。ちょっとそのことをですね、そういうスキャンダルがあった背景があるということを踏まえてですね、今日の場面に入っていきたいと思うんです。マルコによる福音書6章14節から16節、今日の聖書朗読の場面の文脈の冒頭にあたる場面をちょっと確認をして読んでいきたいと思います。それではお読みします。さてイエスの名が知れ渡ってヘロデ王の耳に入った。ある人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえってきたのだ、それであのような力が彼のうちに働いているのだと言い、他の人々は彼はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者のような預言者だと言った。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首を切ったあのヨハネがよみがえったのだと言った。今日の聖書の場面は時系列で言いますと、その時の現在のことがまず描かれて、そこから遡って重大な事件に入っていくという、そういう手法が取られています。現在でも小説とか映画などでも取られる手法かもしれませんけれども、この現在の場面というのはイエス様が交渉外に入って宣教の働きを始められた時、その名声が一気にガリラヤ中に轟いていったんですね。その時このヘロデ・アンテパス、あのヘロデアを奪い取ったあの王様はイエス様のことを、あれ、あいつは私が殺したはずの、あの死んだはずのバプテスマのヨハネのよみがえりなのではないかと強い不安を覚えたっていうところで始まるんです。ここでヘロデは大きな在籍感、また不安感に包まれています。権力者というのは、どういうものか、私は権力者になったことが実際には、ありませんので分かりませんけれども、あまりこういう不安というのは頻繁に抱かないものなのではないかなと私は想像します。なぜ彼はこのような気持ちでいるのでしょうか。それはヨハネを殺したのが他ならぬ自分であったこと、しかも殺したくて殺したわけではない、本当はそうしたくなかったのにそうせざるを得なかった、だからこそ彼はなおさら在籍感を強く感じて、もしもあのイエスが本当にヨハネのよみがえりだったのならと考えて、恐ろしくて恐ろしくてたまらなかったんですね。ではヘロデとバプテスマのヨハネの間にはどのような出来事があったのでしょうか。続きの場面を読んでいきたいと思います。マルコ6章の17節18節です。このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアをめとったが、
そのことで人を使わし、ヨハネを捕らえて獄につないだ。それはヨハネがヘロデに、兄弟の妻をめとるのはよろしくないと言ったからである。先ほど触れました通り、このヘロデ・アンテパスはダブル不倫の末に兄ピリポの妻を奪い取るように結婚していました。そしてバプテスマのヨハネは、それはよろしくないとヘロデ・アンテパスに面と向かって糾弾していた、叱責していたということが書かれています。ちなみによろしくないというこの言葉は、今パワーポイントでも映していますけれども、このように訳すことができる言葉です。不法である、つまり律法にかなっていない、律法を犯している。ヨハネはそんなことをしたらお兄さんがかわいそうだとか、それは倫理的に良くないという次元で言ったのではありません。そうではなくて、それはこの聖書に背く行為だ、神様を悲しませる行為なんだということをはっきりと勧告していたんです。ではヘロデは具体的にどんな罪を犯していたのでしょうか。皆様、このヘロデの行為についてどんな律法が皆様の頭の中でですね、思い浮かべられるでしょうか。まず思い浮かべるのがこれだと思います。十戒の第十条ですね、お読みします。あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものを貪ってはならない。貪ってはならない、つまり欲しがってはいけないということですね。ヘロデは他人の妻を欲しがりました。しかもただの他人ではありません。ヘロデが欲しがったのは血のつながった兄の妻です。これは明確な実戒に触れる行為です。そして二つ目はこれです、あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟を恥ずかしめることだからである。聖書は近親感をはっきりと禁じています。ちなみに聖書の別の箇所では、この、まあ、実を言うとですね、ヘロデ、このヘロデ王とヘロデアはですね、叔父と姪の関係でもあるというところなんですけれども、そういう間柄での結婚も禁じているんですね。ですからヘロデがやった行為というのは、聖書の解釈をどういうふうにこねくり回そうとしても、これは明確な律法違反なんです。ところでこのイエス様の時代に、ヨハネがそれを糾弾しなかったとしても、律法の違反についてものすごく厳しく責める人たちがいたのではなかったでしょうか。この人たちです。パリサイ人、律法学者たちですね。彼らはこのコロナ禍の中におけるマスク警察よりもはるかに厳しく、またうるさい人々です。絶対に許さない、妥協しない、もしも法を犯す人がいたら徹底的にやる、そういう人たちだったはずです。しかしこのヘロデの律法違反だらけの結婚について、律法学者やパリサイ人たちが反対をしたり抗議をしたという記録は皆無なんですね。どうやら彼らはこのことについて目をつぶったんです。なぜでしょうか。これは憶測の域は出ませんけれども、こういうものだったのではないかと思うんですね。いくら律法を大事にしている彼らとて、命は惜しいんです。この権力者であるヘロデに立てつけばどうなるかぐらい彼らだって計算できます。ですからパリサイ人たちはやむなく口をつぐんで、何もなかったかのように扱っていたんです。ところがこの時代、ただ一人だけ当時の権力者であったヘロデ・アンテパスに対して真っ向から非難をしていった、そういう人物がいました。それがバプテスマのヨハネです。彼は恐れることなく権力者が犯している罪をストレートに指摘しました。兄弟の妻をめとること、それはよろしくないと。と
ところでですね、このよろしくないと言ったっていうですね、この聖書の言葉ですけれども、これはもう少し詳しく確認をしていくと興味深いことが分かります。これは新改訳の同じ箇所のですね、御言葉ですけれども、こういうふうに新改訳聖書は表現しています。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。言い張った、この言葉からも分かる通りですね、また実際にもともとの言葉をたどってみてもそうなんですけれども、一度だけではないんですね、ヘロデが言ったのは。それは良くないですよと言って、ああ自分の責任は果たした、もうこの後は彼がどうするかは彼次第だと彼は言うこともでき、考えることもできたでしょうが、ああまだ彼は改めてない、もう一度言おう、もう一度言おうと彼は繰り返しヘロデに叱責した、こういう預言者だったんですね。私はこれは本当にものすごく勇気のいることだと思います。自分だったらと考えます。ぜひ皆様もご自身だったらどうするだろうかということを考えていただきたいんですね。私の場合、誰かにそれは良くないことですよねと申し上げるのはものすごく勇気のいることなんです。そして勇気を振り絞って何とか一度だけ何とか言うことができた。でもその後その相手が自分の言葉を全く顧みずにいる場合に、まあでも自分は一応言うべきことは言ったよな、責任は果たしたよなと、それらしい口実を持ってそれ以上言わなかったということをいくつも思い出すんです。皆様はいかがでしょうか。私が思うに、このヨハネがこれほどまでにあなたは律法に反していますとヘロデに繰り返し叱責することができたのは単なる勇気の問題ではなかったと思うんです。そのことをですね、実は私が昨日ある出来事を通してですね、預言者の働きってこうだよなと思ったことがありましたので、少しちょっとそのことをお話しさせていただきたいと思います。私は週の7日のうち6日間天沼教会に通わせていただいていますけれども、基本は電車で通っております。しかし金曜日は青年会が夕方にございまして、それがどんなに遅くなっても家に帰り着くことができるようにと金曜日は車で通勤しているんです。昨日は雨風が朝強かったですよね。そんな中ですね、あるハプニングがあったんです。昨日車で通勤中、片側一車線ずつの道路で私が走っている東京方面の道は渋滞で混んでいて完全にストップしている状態でした。しかし反対車線の方はビュンビュン車が普通に走っている、そういう状況だったんです。すると私から向かって左側の歩道にいた、おそらく中学生ぐらいと思われる少年が反対側に渡る機会を見計らっていたんですね。私の目の前を通って渡っていこうとしました。私の車は完全に止まっていますので、まあ、一応私の側から見たら、まあ、一応問題はありますけれども、まあ、安全なわけです。しかし反対車線は車通っているんですね。その中学生はなんと、私はセンターライン付近で、あちらの方を見るかなと思ったらですね、そのまま走り抜けていこうとしたんです。車は来ています。このままでは私の目の前で人身事故ですね、起きてしまうと思って、私は思わずクラクションをプープーっとですね鳴らしたんです。そうしますとその中学生はその音にびっくりして立ち止まってくれたおかげで、なんとか事故が起きずに済んだんですね。すると中学生は私の方を見て目があったんです。危なかったです、ありがとうございましたと会釈をするかなというふうに思ったらですね、なんとこちらの方をにらみつけて舌打ちをして渡っていったというですね、そういうことがあったんです。まあ、少し悲しい気持ちになりました。でも私のうちに後悔はもちろんありません。なぜならばそれをしなかったらその少年は間違いなく事故に遭っていたでしょう。まあ、ちょっと自分のですね、ことを自分は正しいことをしたかのようなですね、美談のように語ってしまうのは大変恐縮でありますけれども、預言者の使命とか活動の目的ってこういうものだと思うんですね。このまま言ったら
あなたに待っているのは死と滅びなんだ。神様は決してそれを願っていない。神様はあなたを愛している。どうかこの神様の情熱に耳を傾けてほしいんだという、預言者はそういう神様と思いを同じくして愛と憐れみを持って耳を傾けてくれと、厳しいこと、嫌がられることでも言うというのがですね、この預言者の働きだったと思うんです。そしてまたそれが律法学者たちとの違いだったと思うんですね。あいつは間違ってる、正してやろうではなくて、なんとか救いに、神様との和解のお手伝いをしたいんだっていう、そういうものだったと思うんです。このヨハネの姿勢というのは現代を生きる私たちにいくつかの教訓を教えてくれていると思います。第一に、隣人の罪を知りつつ何もしないということへの警告です。これは特にこういうことが苦手な私が自戒を込めて申し上げます。何も指摘をしないというのは一番楽です。しかし聖書は時に互いに戒め合いなさいと言っているんです。私たちは天国を共に目指す共同体です。もしも私たちが互いの罪を完全に目をつぶって何もしない、何も祈ることさえしない、まあそういうこともあるよね、罪人だものと完全にそこに目を伏せてしまう共同体となってしまうのならば、それは教会ではなくただのコミュニティになってしまうのではないでしょうか。私たちは互いの永遠の命のためにヨハネのようにクラクションを鳴らさなければいけない時があるのではないでしょうか。そして二つ目です。ただし罪の指摘の目的はあくまでもその人と神様との和解の手助けです。今日の後半の部分ですね、扱わせていただきますが、そこを読んでいくと明らかなんですけれども、ヨハネは愛と憐れみの思いを持ってヘロデに罪を指摘していました。このままではあなたはという、そういう情熱です。神様が預言者を使わす目的は人を殺すためではなく人を生かすためです。そして私たち一人一人も預言者なんですね。気に食わないから言ってやるというのではありません。それは預言者の働きではありません。私たちは何とか神様との和解の手助けをしたい、そういう思い、また目的を持って愛を持って指摘する、この両面を私たちは覚えるべきだと思います。さて今日の場面、もっとボリュームがあるところが後半にありますので話を進めていきたいと思います。マルコ6章19、20節、読ませていただきます。そこでヘロデヤはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたができないでいた。それはヘロデがヨハネは正しくて聖なる人であることを知って彼を恐れ、彼に保護を加え、またその教えを聞いて非常に悩みながらもなお喜んで聞いていたからである。ものすごい意外な言葉ではないでしょうか。実はマタイによる福音書に書かれている同じ場面を見ていると、ヘロデは当初ヨハネを何とか殺したいと思っていたんです。しかし民衆の反応を恐れてそれをしたくてもできなかった。そんなヘロデに少しずつ心境の変化が生じているんですね。庶民のくせに耳障りの良くないことばかり言ってくるやつだが、このヨハネの言葉には不思議な力がある。この男の教えを聞いていると悩みやまた心の痛みも生じるけれども、喜びもなぜか生じてくる、こういう変化だったんですね。ヨハネは間違いなくあなたにはこういう問題があるということと、こういう裁きが待っていて、でもその裁きに先立ってあなたにはこんな解決もあるんだということを全部セットでヨハネに提示していたんです。ヨハネの話を聞くたびにヘロデは自分の問題点がつまびらかにされていきましたが、彼は何とかして自分を救おうとしている神がいるということを現実的な問題として
感じ始めていたんです。ですからきっとヘロデはもう一度ヨハネの話を聞きたい、また語ってほしいとですね、牢獄からヘロデを連れ出してまた話を聞かせてくれと彼の方から願っていた節さえあります。このヘロデはですね、ヨハネとの出会いを通して変わりつつありました。心が開かれつつありました。その結果、最初は夫婦揃って何とかヨハネを殺そうとしていたのに、いつの間にか殺したいと思っているのは妻のヘロデアだけという状況だったんです。しかもこともあろうに夫のヘロデがヨハネをがっちり保護していたんです。この物語を読んでいますと、ヘロデもヘロデアも基本的には悪役カップルです。しかしより問題が根深いのはヘロデアです。きっとヘロデアは夫がヨハネを保護していることを地団駄を踏んで悔しがっていたでしょう。しかし彼女は諦めません。何とかしてヨハネを殺す機会をと虎視眈々とその機会を狙っていたんです。そしてその機会が訪れました。ある誕生日パーティーの時の出来事です。続きの場面を読みます。ところが良い機会が来た。ヘロデは自分の誕生日の祝いに高官や将校やガリラヤの主だった人たちを招いて宴会を催したが、そこへこのヘロデアの娘が入ってきて舞を舞い、ヘロデをはじめ列座の人たちを喜ばせた。ヘロデは自分の誕生日パーティーを開くために国中の有力者たちを集めて、パーティーを催しました。祝宴ですよね。そしてそのパーティーが盛り上がりに盛り上がったその最高潮の時に、ヘロデアの娘あのサロメが突然乱入してきて踊りを披露し始めたんです。これはホワイト夫人も記していることですけれども、サロメはこの時単なる踊りを踊ったわけではありません。ヘロデとまたそのお客さんたちを性的に興奮させるようなそういう踊りを踊っていたというふうに言われています。なぜ突然サロメはこんな踊りを人々の前で披露し始めたのでしょうか。これはもちろんこの少女の意思で踊っているのではありません。その背後ではお母さんであるヘロデアが糸を引いて操っているんです。ちなみに皆様はこの時のサロメの年齢、この踊りを踊った娘の年齢は何歳ぐらいだったと想像なさるでしょうか。これはもちろん聖書に何歳と書かれていませんので、分かりませんけれども、少女と書かれているこの言葉はだいたい10代前半の女性に使われることが多い言葉なんです。ですから小学校高学年か中学生ぐらい。こう考えますと、このヘロデアというお母さん、とんでもない人物ですよね。自分の娘を道具にして人々の前でそんな格好で踊らせている。この礼拝に参加なさっている方の中にも10代前半のお嬢様を育てていらっしゃるお母様がいらっしゃいます。きっとですね、ご自身にどんな願望があろうとも絶対にこんなことはしないはずです。そして母も母なら父親も父親です。血はつながっていない娘ではありますが、自分の誕生日パーティーで義理の娘がそんな踊りを踊ろうものなら、男性の皆さんは何とおっしゃるでしょうか。直ちにサロメを退場させるのではないでしょうか。しかし残念ながらヨハネによって悔い改めつつあったヘロデですが、彼の理性はこのパーティーの時のお酒によって理性が狂ってたんですね。ちょっとですね、今日の本論とはそれてしまうところもあるんですけれども、お酒についてちょっと触れさせてください。 SDA ではないクリスチャンの中にはお酒を飲むことぐらい罪にはならない、問題ないと語る人が多くいます。またアドベンチストの中にも、お酒ぐらいはねという人ももしかしたら、私は実際にお会いしたことがあります。
しかしこのヘロデの姿を見て本当にそう言えるのでしょうか。私たちアドベンチストがお酒を控えるのは単なる健康の問題だけではありません。酒は理性を失わせるんです。確かに聖書の中にはお酒を明確に禁じている聖書の箇所はないかも分かりません。しかし飲酒によって聖書の中の登場人物が、また歴代のクリスチャンたちがいかにサタンに敗北してきたかということを私たちは覚えたいと思います。さて本題に戻ります。先ほどの箇所の続きを読みたいと思います。そこで王はこの少女に、欲しいものは何でも言いなさい、あなたにあげるからと言い、さらに欲しければこの国の半分でもあげようと誓って言った。残念ながら酔っ払ったヘロデはサロメのこの性的に誘惑するあの踊りに大喜びをして、集まった人々も大興奮の状態でした。そしてヘロデは、欲しいものは何でも言いなさい、国の半分でもやろうと誓ってしまったんです。聖書の中で何かを誓ってその結果いい結果を招いたという人はほとんどいません。気まぐれで誓ってとんでもない状況に陥った人ばかりです。このヘロデもその一人です。このサロメはどうしたでしょうか。続きを読みます。そこで少女は座を外して母に、何をお願いしましょうかと尋ねると、母はバプテスマのヨハネの首をと答えた。するとすぐ少女は急いで王のところに行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せてそれをいただきとうございます。王は非常に困ったが、一旦誓ったのと、また列座の人たちの手前、少女の願いを退けるのを好まなかった。そこで王はすぐに衛兵を遣わし、ヨハネの首を持ってくるように命じた。衛兵は出て行き、獄中でヨハネの首を切り、盆に乗せて持ってきて少女に与え、少女はそれを母に渡した。すべてはあのヘロデアが描いたシナリオ通りに進んでいきました。その証拠にサロメから、お母さんどうしましょうかって聞かれたこのヘロデアは、間髪入れずにヨハネの首って言ってるんですね。計算通りっていうこの証拠です。彼女にとっては待ちに待った瞬間でした。宴会場にサロメが帰ってきて、人々の注目が集まる中で、ヨハネの首をくださいと言った瞬間、会場は凍りついたことでしょう。まさかこんなに若い少女の口からこんなにも世にも恐ろしい言葉が出てくるとは誰も想像しません。ところで、あなたがヘロデだったらどんなことを答えますか。どのように応答したと思うでしょうか。ヘロデ・アンティパスは曲がりなりにもこのガリラヤの領主なんです。この少女の要求に対して毅然と、それはできない、何を考えているんだ、出て行きなさいと跳ねつけることもできたではありませんか。しかし彼はこの少女の要求に屈するんです。なぜか、それは自分が立てた誓いを舌の根も乾かぬうちにそれを反故にしたら、この大事なお客さんたちは自分をどう思うだろうか、信頼を失うんじゃないかと考えたからです。つまり彼は自分がもっと彼の話を聞きたいと願っていたあのヨハネの首と自分のメンツとを天秤にかけてしまった。そして彼は自分のメンツを選んだんですね。結果ヘロデは自分と神様との間をつなごうとしてくれていた大事な預言者を退け殺してしまいました。彼は自分の罪の問題を感じながらも、その問題の解決から背を向けてしまったんです。少しこの在籍感との向き合い方というのについて、今日この後半のところで考えたいと思うんです。
ヘロデはこの出来事の冒頭にあったようにイエス様の名声が轟いていく中で、あれはまさかあのヨハネなんじゃないかというふうに恐れ、また在籍感に悩まされていきました。彼は自分の願いとは裏腹にヨハネを殺してしまったことを悲しみ後悔していたんです。そしてその報いを恐れていました。だからイエス様のガリラヤでのその活躍ぶりを聞いても、イエス様に自分から近づいたことは一度もありませんでした。ヘロデは人類を罪から救う唯一の存在であるキリスト自身にも背を向けていたんです。そしてこれはヘロデだけの問題ではありません。私を含め多くの人が同じような失敗をしてしまうことがあります。少し私の失敗談を紹介させてください。私が進学科3年生の時、当時の最終学年度の時の出来事です。進学科の牧師コースには卒業論文というのが必修であるんですけれども、私はその時ある新約聖書の箇所を研究しようとしていたため、新約聖書学の専門であった三宅翔太郎先生のもとで卒業論文を書くことになっておりました。私はこの三宅翔太郎先生のことを本当に尊敬しています。牧師神学者としても尊敬しておりますが、何よりも教師として尊敬しています。この方はですね、独特の貫禄があるんです。例えば講義の時間が始まって三宅先生が神学科の教室に入ってこられると、教室の雰囲気がもうピリッとですね、全く変わるんです。もう教室の中がすごい緊張感ですね、シーンとした雰囲気で、では講義を始めますといった瞬間、みんながもうペンを取るっていうですね、そういう貫禄のある方です。決して威圧的な雰囲気は微塵もありません。しかし何と言いますか、威厳と貫禄がすごいなと思う方なんですね。私はこの三宅先生に定期的に卒業論文のアドバイスを受けるようにしておりました。しかし卒業論文少しずつ進めていった夏の頃からですね、暗礁に乗り上げ始めて、ついに一文字も進まなくなってしまったんです。冷静に考えましたら、そういう状況の時には指導教員のところに行って相談に行くべきですよね。しかし私はこともあろうにですね、一文字も進んでいない状況を相談したらどのように叱られるんだろうかと恐れて、三宅先生から隠れて生活をするようになってしまったんですね。三宅先生が講義をしそうな時間には進学科教室の近くには近寄らないとですね、三宅先生のスケジュールを把握して何とか近づかないように、鉢合わせしないようにとですね、そういう生活をしていたんです。するとそれから1ヶ月たち、2ヶ月たち、3ヶ月ぐらい経ったある頃ですね、思わぬところで三宅先生とばったり鉢合わせをしてしまったんですね。その時の私の顔には間違いなくやばいという文字が書かれていたと思います。するとその私の様子を察した三宅先生がですね、あの貫禄のある三宅先生が今まで見たことのない満面の笑みを浮かべてですね、東君、君は私に言うことはないかというふうに言われて、すみませんでしたと言った瞬間、じゃあ研究室に来なさいとですね、言ってくださったんです。そして、とりあえず全部 見せなさいと言ってくださって、問題点を整理してくださって、こうしなさいとアドバイスをしてくださいました。その結果ですね、なんとか、軌道修正をすることができて、卒業論文の完成にこぎつけることができたんです。今思えばなぜ指導教員にすぐに助けを求めなかったのかと思います。私たちは似たようなことをイエス様にしてしまうことってないでしょうか。何か後ろめたいこととかですね、在籍感というものを持つときに、その解決が必要としているのに合わす顔がないと遠ざかってしまうという気持ちを私たちは持ってしまうことがあるのではないでしょうか。こういう問題、罪の問題は特にこのキリストによってのみ解決があるにもかかわらず、こんな罪を持った私は神様に近づけないと、その罪を抱えたまま
神様に背を向けてしまうということが私たちはあるように思うんです。しかし神様が願っているのはその真逆ですね。ヘロデがやったことと真逆なんです。神様はその罪を抱えた状態で私のところに来なさいと招いているんです。今日私たちはこのことを覚えたいと思うんです。私たちは在籍感に苛まれるときに、こんなこと誰も許されないと思うこと、人生生きているといくつも、あるいは一つや二つあると思うんです。そういう問題から目をそらすのではなく、神様から遠ざかるのではなく、むしろ神様に近づいていこうではありませんか。私たちの罪を喜んで解決してくださる唯一の救い主である神様に、イエス様にその罪を預けていこうではありませんか。今日私たちはこのバプテスマのヨハネと、そしてヘロデの出来事を通して、どのようなことをお考えになるでしょうか。預言者としての使命を全うしたあのヨハネ、そして神様から背を向けたこのヘロデ、この二人をどういうふうに模範とするでしょうか、また反面教師とするでしょうか。私たち一人一人が神様の御旨にかなったものでと作り変えられていくことを切に願っていきたいと思います。そして神様に近づいていきたいと思います。心からお勧めして今日の礼拝説教をお閉じさせていただきます。それでは252番の一節をご起立くださいまして賛美いたしましょう。どうぞ。天の父なる神様、すべての祈りに応えてくださり、今日の礼拝を初めから終わりまで守り導いてくださいましたことを感謝いたします。私たちのうちにはいろいろな弱さやまた罪の問題があります。また私たちの過去の中には思い出したくもないような失敗があるかもしれません。しかしそのような私たちのことをこよなく愛し、また受け入れてくださるあなたの愛に心から感謝いたします。どうか私たちが神様のことを不当に恐れるのではなく、神様のもとに飛び込んでいく、そのような信頼を増し加えてください。また私たちがバプテスマのヨハネがそうであったように、兄弟姉妹に対して、また私たちの隣人に対して、神様が喜ぶ方法で、喜ぶ言葉で互いに
戒め合い、高め合い、イエス・キリストへと近づいていくことができますようお導きください。皆様お一人お一人の信仰生活がますます新たにされていき、これから迎えようとしている新しい週間、神様と共に喜びを持って歩むことができますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。